そっちの整理を任せてもいい？僕はこっちの荷物を片付けるよ。君との訓練のおかげかな。最近はこういう大きな荷物も持てるようになったんだ。あれ、どうしたの？チェス盤？誰がこんなところに。弊社の掃除が終わったらルールを教えてあげるね。よし、そうと決まったらさっさと掃除を終わらせちゃおう。よし、また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。でも本当に困難な状況じゃ、こんなのはきっと役に立たないし、ちょっと座学の成績が良くたって戦闘があのざまじゃ。アルレルト、アルレルトはいるか。はい。アルレルト、貴様に用がある。アルレルト、何をしている。ついてこい。はい。お前は早く寮に戻れ。最近はおかしな噂も聞くしな。森の方で時折不気味な声が聞こえるらしい。正体は分からんが、夜間の外出は控えた方がいいぞ。眠い。それもこれも分隊長が今朝までに資料をまとめろなんて言うから。モブリットさん、ひどい顔ですよ。少し寝てきた方がいいんじゃ。いや、夕方から兵団の会議があるんだ。今寝たら確実に寝坊する。実は君にもいろいろと用事があったんだが、すまん、今は何も考えられそうにない。今度でもいいか。ありがとう、そう言ってもらえると助かるよ。モブリットさん、会議が終わったらちゃんと寝てください。そのうち倒れちゃいますよ。いや、大丈夫大丈夫、モブリットは強いからね。分隊長、会議は夕方からって話でしたよね。うん、そうだよ。ただ会議にあたってやっておきたい実験があってね。そうですよ、分隊長、あなたに人の心はありますか。心配しないでよ、そんなに時間のかかる実験じゃないから。じゃ、エレンも君もまた今度。さあ行くぞ、モブリット。分隊長、すまない。それじゃまた後でな。
したの？僕に何か用事？そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。まさか。僕でよければ力になるよ。これでも人に教えるのは少し自信があるんだ。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人はなぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ。答えは皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろ。あとなんか見ててムカつくことだな。答えは目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。ああ、もちろんだ。アルミン、引き続き頼むぜ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。ああ、来い。前から思っていたが、もう我慢できん。君はもう少し愛想よくしたらどうなんだ。ギャーギャーうるさい。そんなの俺の勝手だろ。ちょっと二人とも、その辺でやめておこうよ。わけにもいかないよ。お前ら何やってんだ。兵士がガキみたいなつまらんことで喧嘩しててどうする。ライナーか。お前悪かったな。さすがライナー。ありがとう。困ってたんだ。ベルトルト、お前は兵士としての実力はあるのに喧嘩一つ仲裁できずにどうすんだ。俺たちはいつか一緒に故郷に帰るんだろう。こんな調子でどうする。そんな。いや、ライナーにああ言われて当然だ。自分でも臆病なことは分かってるんだ。ねえ、お願いがあるんだけど。僕がもっと自信をつけられるよう力を貸してくれないかな。ありがとう。恩に着るよ。面倒なことを頼んでごめん。どうかよろしくね。
今日こそお詫びを果たそう。昔の話を少し用意しておいたから。もちろん、でも大した話ではないかもしれない。エレンとアルミンは幼馴染で、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつも、とにかくたくさんいた。アルミンは外の世界に興味があったから、そのことで他の子供にいじめられることがあって、そうするとエレンが飛び出していって、アルミンをかばってよく喧嘩していた。エレンは熱くなるとすぐに突っ込んでいく。今もそうだ。だから私がエレンを助けてあげないとダメで、たまにハンネスさんも、ハンネスさんは駐屯兵で、よく昼間からお酒を飲んでいて、それから ハンネスさんのお酒の話は関係なかった。こういう話をするのは初めてだから、頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しい。だけど次はもっとうまく話せるようにする。しばらく何もないよね。何か食い物は。
お、おい、おい。おい、そっちの部屋の掃除は済んでるのか？おい、お前の顔についてる目玉は飾りか？俺には埃まみれの小汚い部屋が見えるんだが、まず床の拭き掃除がなってね。よく見てみろ。紙、糸くず、カビ。この調子じゃまだしばらくかかるな。一旦休憩にするぞ。紅茶の支度をしろ。悪くねえ。お前、紅茶の入れ方を誰かに教わったことがあるのか？いい親を持ったな。感謝することだ。こっちはひとまず旧大典ということにしておいてやるが、これが終わったら掃除の続きだ。まだ休む暇はねえぞ。いや、そっちも大変だったみてえだな。どうだった、リヴァイ兵長は？そうだよな。けど他人だけじゃなく自分にも厳しいからこそ、みんなあの人についていくんだろうな。おい、もう帰るところ？いや、リヴァイの指導とやらはどうだった？やっぱり最初は掃除とか紅茶の入れ方かな。だと思ったよ。ま、リヴァイは昔からあんなだからね。ハンジさんは兵長より先に調査兵団にいたんですよね。昔の兵長ってどんな感じだったんですか？今と大して変わらないよ。リヴァイは地下街で有名なゴロツキだったらしいんだけど。あ、その話ペトラさんから聞きました。団長に下る形で調査兵団に連れてこられたとか。うん、そうそう。まあ私も詳細な経緯まではよく知らないんだけどね。おっと、あまり引き止めてもいけないな。それじゃあリヴァイの相手は大変だろうけど頑張ってね。
意見は？いいものが揃っている。また来てくれよ。よし、やるか。ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。よし。
穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねえんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、選手として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！
蒸気だ。これじゃ迂闊に近づけないな。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。影に入ればあいつの蒸気を防げる。あ、また瓦礫が飛んでくるぞ。気をつけて進むんだ。粘り強くチャンスを待つんだ。ヤツの動きは遅い。落ち着いて超大型の動きを慎重に観察するんだ。瓦礫の影に隠れてやり過ごせ。ユミルはまだきっと死んでないから、どうかお願い。落ち着いて近くの瓦礫まで移動するんだ。奴は動きが遅い。近づいてしまえば必ずうなじを削り取れるはずだ。鎧の巨人を引き受けてくれてる。僕たちは超大型巨人に集中しよう。強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。兄と違って常に全身が硬い。何か打つ手は。リカサ、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。くそ、俺らじゃ何もできねえのか。いや、本当に全身が石像のように硬いのならあんな風に動けないはずだ。昔戦争で使ってた鎧にも鉄で覆えない部分がある。脇はまた、あとは
膝の裏側だ。どうせ倒されんならいいぜ、その首よこせ。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。アルミン、エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミン、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに、それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。ああ、俺もだ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、
あれだけ戦った後だから、きっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。